どん兵衛のおにぎりとチキン鍋のおにぎり。カエルの子はカエル、ピョン。カエルの子はカエル、ピョン。カエルパパです。チャンネル登録お願いします。今日は新商品のお時間です。今日はなんとあのローソンさんからこんなおにぎり見つけちゃいましたということで、こちらでーす。どん兵衛のおにぎりと、さらにさらにチキンラーメンのおにぎり、やっほーということで、本当にこの味がするのか食べ比べていきたいと思います。イエイエイ。早速バクバク食べていきたいと思います。さあ、ということで、早速チキンラーメンの方から食べていきたいと思います。もういつものでしょ、いつもの感じでしょ。うわ、もうふわふわ。ありがとうございます。めっちゃうまい。チキンラーメンの味はみんな知ってる。これはそうなんよ。これは別にいい。これはいいんですよ。こっちですよね、要は。ちょっとアップしてみて。うん、ロースト醤油おにぎり。で、さらに麺が入ってるらしい。ね、チキンラーメンの本当に香ばしい麺。うん、はい。今ね、口の中にあると思うんで。うん、この味が再現できてるのかというのを。早速。うわぁ、どうやって麺入ってるじゃん、ほんまに。うわ、すごい。すごい。すごない？卵まで完全に。まず香りから。え？本当に？ほんま香りは。いただきます。うん。欲しい。めちゃめちゃうまい。美味しいんやな。あ、でもなんかちょっと違う。もう一回食べてみたら。何やろ、ちょっと爽やか。何やろこれ。おにぎりが爽やかってこと、うん、なんか酢とかしそとかそんなちょっとさっぱりしたのが入ってる。ちょっと食べやすくしたんじゃない、うん、めちゃくちゃ美味しい。言うたらこっちの方が好きやから。おすすめ、うん、おすすめです。見つけたらぜひ、はい、期間限定、数量限定で書いてあった。数量限定で書いてたんで、うんうん、早めに、ね、よかったら食べてください。さあ、続きまして、まあ言うてもこれはね、これはさ、まあまあ好きなやつな。まあ一旦ちょっと食べるわ。うん、うまいな。でもこれはもう大体みんなわかる味なんです。みんなどん兵衛。こっちですよね。うん、こっち。こっち。うん、じゃあこっちを。食べていこう。濃厚かつおだし。そうそうそう。刻み揚げ、かまぼこ入りっていう。かまぼこ入ってる。すごい。やばいやばいやば。いってみよう。ゼロ秒どん兵衛できました。そう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 。入ってきましたー言うて。面白い。食べていきましょう。あ、でも、なんか、見た目はなんかでもいい感じするよ。ね。水を5分待たないで。ね。卵揚げが入ってる。いただきます。あ、匂いが。一緒や。どん兵衛。どん兵衛だ。そう。うまっ。ゼロ秒どん兵衛やった。うん、どん兵衛でご飯食べれるわこれ。どん兵衛食べる人言っておにぎりどん兵衛みたいな。忠実に。こっちはもう本物や。面白い。でもなんかうまっ。美味しい。うん。すごいね。すごないこれ。すごいわ。すごいすごい。同じや。何これ、すごっ。なんでなんでこんなことができるの。やっぱ職人さんはね、研究に研究を重ね作っていただくんだよね。本当に美味しいんだよ。ぜひ皆さんも
まあ、両方数量限定ってね、うん、書いてあったんでね、もし見かけたらね、ぜひお試しあれ。はい、検証結果、忠実に再現できたのはどん兵衛です。ただめちゃくちゃうまいということで食べてみてください。はい、はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、またまたコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。ほんじゃね、またね、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。